オイアルツーンは、スペインバスク自治州、ギプスコア県のムニシピオ、ドノスティアルデアの構成自治体の一つであり、サンセバスティアント市圏に含まれている。カスティーリア語ではオヤルツンだが、正式名称はバスク語表記である。名称は古代ローマ時代にこの地域の重要な町だったオヤッソに由来し、オヤルツーンでは工業や漁業が発展した。 しかし、実際のオイアスソの中核となる地域は、イルンの位置であり、イルンで発掘された古代ローマ時代の遺物は、イルン市内のオイアスソ博物館ロマーノに展示されている。また、オイアスソという名称はこの地域全体を指していた、可能性がある。アルフォンソ8世は、オイアルツンにフェロを与えたが、町となってから完全に折れれたから独立するまでには、数十年を要した。 アイアコアリア山のふもと、オイアルツン川の中流部にある。ナバーラ州とギックスコア県の境界付近から、オイアルツン川は、人口がまばらな牧草地などを蛇行して流れ、オイアルツン、エレンテリアなどを通り、川口のパサヤで、ビスケイ湾に注いでいる。エリサルデ山の山麓に、オイアルツン市街地があり、町最大の境界である、サンエステバン境界と、視聴者が位置している。 ギプスコアケントサンセバスティアンと、県東部のイルニア・オンダリビアを結ぶ AP-8 号線がオイアルツンの北部を通っており、ウガルデチョは工業団地に囲まれて都市化された市街地に発展したが、オイアルツンのその他の地区はのどかで絵のような美しい風景の中にある。市街地から離れたウガルデチョにはメトロドノスティアルデアの、オイアルツン駅があり、サンセバスティアンやイルンと、 鉄道路線で結ばれている。ありがとうございます。